プーンとフォーク取った時にこのフォークが若干曲がってるんですよ。曲がってる。このなんかもう曲がってるこの薄さ具合とかがもうすっごい懐かしくて何回かタイ人の友達ともここ来たことがあって、その子たちもみんなあもう懐かしいそのままって言って、でも本当に食がすごいいろんな食文化が豊かだなって思うのは、タイ料理とタイ独自で発展したタイ料理に加えて中国からの影響を受けてるものだったり、やっぱりそのマレー系とかの料理の影響を受けてたりとかのなんかいろいろ混ざってるなってのはすごい感じてて、例えばこれとかは今日、うん、これは多分中華系の多分味付けの、はい、影響を受けてて、このソムタムはタイの東北部の料理なんですけど、ラオスとかも同じような料理があって、はい、だから東北部とかラオスの主食ってもち米なんですよ。でそのもち米をこうやってちぎって食べながらこのソムタムの汁につけて食べるとかっていうのも、あ、エビがなんかもうほんとこんな感じでいつもスプーンとフォークうまいこと使ってやってました。エビとかが結構辛、今日とかはこれもむきエビなんですけど、タイとかで食べるときって結構殻付きのエビそのまま炒めてあったりとかするんですよね。でそれをやっぱ剥いて食べるときどうやって食べるんだろうって最初思ってたら、タイ人の友達がもうスプーンとフォークを器用に使って剥くんですよ。すごいと思って私もそれを頑張って習得をできましたか、皮、その身と皮の間にスプーンで押しておいて、あのエビを押してフォークのこの先っぽのところでうまいこと身と皮の間に入れて剥いて食べて、タイの米粉の麺ですその米粉の麺が3種類あって、それこそあのパッタイとかに使われるようなちょっと平らな麺もあれば、あれもまだ細いやつとか太いやつとかいろいろあって、私そのなんかきしめんみたいな太いやつがすごい好きで、それも炒め料理とかで使われてハマっててすごい食べてました。まあ、3種類麺があって、太い方からセンヤイ、センレク、センミだったかなで、あ、逆かもしれないです順番入れ替わってるかもしれないんですけど、やっぱその麺も多分麺文化とかも中国から多分入ってるんじゃないかなって感じのなんかスープとか、これはもうトムヤムなんで今日はバリバリのタイの味なんですけど、結構屋台とかで食べるタイヌードルって言われるようなやつって結構なんか中華っぽいな。この今日つけてるピアスはタイで買ったんですよ。見えますか？これ目玉焼きですタイ結構ピアスとかの雑貨が安くやっぱ屋台とかで売ってて、それで、え、卵焼きかわいいと思ってタイでは貝ダオって言うから卵の星なんだ。貝は卵でダオが星って意味なんですよ。だからタイ人の方にとっては目玉焼きってあの星に見えてるんだなって思ったら、あ、なんか不思議だなと思って、あの お星様の、そうです、星なんですよダオって意味が。って考えたらやっぱなんかその国その国で表現の仕方って全然違うなと。私が当時またその時学生だったので、私の大学に留学してるタイ人の学生さんでした、はい、留学生のサポーターっていうのをずっと学生の時にさせてもらってて、一番最初の子はインドネシア人の子で、その次がベトナムの子で、その次がタイ人の子っていう、タイ人の子を2人バディで、はい、半年ずつぐらい全部、いやもうその子たちは帰国しましたね。交換留学なんで、あの期間が限定されてるんで、タイの旧正月なんでみんな実家に帰ったりするんですけど、その友達が私実家に帰るから、あいかもし、あ、留学中なんですけどね、もし何もないんだったら、うちに遊びにおいでよって自宅に、実家に招待してくれて、そうですね、なんかそういうタイ人の子たちの実家での生活とか旧正月の過ごし方とかを一緒に共有させてもらったのは
めちゃくちゃありがたかったですね。ครับอะไรมากนะคะขอบคุณครับว่าแอมแฮปปี้ดีใจจังเลยอันนี้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะありがとうですสวัสดีครับこんにちは嬉しいって美味しい美味しいって言われて美味しいめっちゃ美味しいですって言ったらアロイですアロイアロイアロイ後ろにマークをつけたらめっちゃあのベリーと一緒なんでアロイマークって言ったらアロイマークかーって言ったらめっちゃ美味しいって言うアイカチャンネルかあの、覚えるね中アイカ中アイカだかアイカ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 ちゃん ผมชื่อช้างครับยินดีที่ได้รู้จักขอบคุณมากครับ